皆さんこんにちは女優棋士の室谷由紀ですこの講座は将棋はやったことがないけれどこれから始めてみたいなそんなみんなへの講座です全13回で将棋のルールや基礎マナーなどを学んでいきたいと思います13回すべて見ると最後にはなんと将棋がさせるようになっていますよ最初は難しいかもしれないですが 皆さんと一緒に楽しく勉強していきましょうさて、初回の今回は将棋とはどんなゲームというテーマで皆さんと勉強していきたいと思いますそれでは始めましょうでも、いきなり将棋を始めましょうと言われても どうしていいかわからないですよねまずは将棋とはどんなゲームなのかどうしたら勝ち負けが決まるのかまた将棋を指す上で使う道具などを紹介していきたいと思いますまずは将棋は挨拶がとても大事とされています挨拶には三つありますねまず一つ目は対局が始まる前 両対局者でお願いしますと気持ちよく始められるように言いましょうそして二つ目二つ目は負けてしまった人は負けましたと悔しいですが負けを認めましょうそして三つ目三つ目は対局が終わった後に両対局者でありがとうございましたとこれも気持ちよく終われるように挨拶をしましょう将棋は この3つの挨拶がとても大事とされています、はい、次はですね将棋は1手ずつ交互に指すゲームです自分が何か駒を動かしたとしますねその後相手の人も動かしてきますそしてまた自分が動かしますねそしてまた自分が動かすことは できません2手連続でこのようにポンポンと刺すことはできなくなっていますこれは反則と呼ばれますので気をつけましょう続いて三つ目は将棋は八種類の駒を使ってえ相手の王様を取るゲームです王というのはそれぞれ 一番大事なコマになりますこのコマですねこのコマとこのコマこれが一番大事なコマですこのこれを取られてしまうと負けになってしまいます逆にこのコマを取れば勝ちになりますそういったゲームですさて続いて将棋を指すのに何が必要なのか道具を紹介していきたいと思います まずは木の板と木の駒ですねこの2つがあれば将棋は刺すことができるんですねどこでも刺すことができますまた木の板や木の駒だけでなくゴブの板やこれはプラスチックの駒ですねこういったとても持ち運びやすいものもあります将棋はたったこの バンとコマこの2種類だけで指すことができますのでもし持っていない子たちがいれば買ってもらってぜひやってみましょうね。さてそれでは早速ですが先ほど言いましたコマ8種類の駒の名前や特徴説明していきたいと思います。まず8種類の駒ですね。 取りますかこれですねそしてこれこれとこれこれとこれとこれと,これ,とこれですねこの8種類の駒で相手の王様を取りに行きますまずは読み方の読み方からやっていきましょうかこれは 玉と読みます王様の王に点がついていますね実はこの駒には点がないんですこれは玉と同じで王と読みますね働きは同じですが王は自分より強い人や目上の人が持ちます よくは自分が弱いまたは自分が下だったらこちらを落ちます最初はみんなもこっちを持ちましょうねはい続いてこれですね何と読むか分かりますかこれは飛車と読みます飛ぶと書いて飛車ですねこれは相手の王を攻めるとき 取りに行くときに使う駒ですすごい強い駒ですのでぜひ覚えてくださいね続いてこの駒わかりますかこれは角ではありません角ですこれもこの飛車と同じで相手の王様を取りに行くときに使います続いてこれですね分かりますかこれはそのまま金と読みます まこのクマは自分の大事な王を守る時によく活躍します続いてこれですねこれは銀と読みます銀は攻める時また王様を守る時にも活躍しますよ続いてこれですね桂馬です桂馬は 攻めるときにも使いますし守るときにもすごく活躍します銀と同じですねそしてこれは強者と読みますこれも攻めのときに大活躍する駒です最後にこの小さな駒、これは負と読みますフも そうですね攻める時にも使えますし守る時にも大活躍する駒ですね下っ端ですがとてもいい駒ですよ。はいさてこれで8種類の駒の説明を終わりましたが将棋はこの 9×9 のこの81マスで戦いが行われます。またこここのの上上から3列ですねここより上の この角が下を向いているこの駒たちを敵の駒ですねこれ敵の駒ですこの3段目より上にあるこの陣地のことを敵陣と言いますまた逆にこの下から3つのこの陣地を自陣と自分の陣地ですねと言いますなのでこの角が五角形の角が上を向いている駒たちは自分の駒になります さあ大丈夫ですかということで今回は「将棋とはどんなゲーム?」ということで解説しましたがいかがだったでしょうか最初にやりました3つの挨拶。対局が始まる時の「お願いします」。負負けた時の負けたたのました最後に終わった後の「ありがとうございました」。この 三つの挨拶は大切だから忘れないでくださいねさて次回はコマの動かし方を覚えようというテーマで今回紹介したコマの動きについて勉強したいと思います次回もお楽しみに